メッセージインアボートルは1999年のアメリカ合衆国の恋愛映画。監督はルイス・マンドーキ。ニコラス・スパークスの同名の小説が原作。テリーサはシカゴの新聞社に勤めている。離婚して息子と二人暮らし。ある日のこと、休暇で訪れたマサチューセッツのケープコットの海岸で砂の中に渦漏れた瓶を見つけたが、 そこには謎めいた手紙が入っている。読んでみると、キャサリンという女性へ当てたもので、文面からその女性はすでに亡くなっていることもわかる。それはすでに亡くなった女性へ当てた愛の手紙なのだった。テリーさんの上司チャーリーはコラムニストで、その手紙のことを記事にした。その反響は大きく、別の手紙を海岸で見つけたと知らせてくれる読者もいて、 結局、テリーサはさらに2通の手紙を手に入れることになった。それらの謎めいた手紙を書いた主のことが気になって、仕方ないテリーサは、ついにその男性に会ってみようと決心する。とは言っても手紙には、男性の住所は書かれていない。一体どうしたものか。テリーサは、手紙の文章に含まれるいくつかの手がかりをもとに、少しずつ手紙の主へとつながる意図をたどり、 ノースカロライナの海辺の街にいることを突き止め、その男性、ギャレットを訪ねる。だが、テリーサは自分が手紙を見つけて読んだことを話せない。ギャレットの方は、まさか自分が海に流した手紙がきっかけとなって、テリーサが自分の目の前にいるとは夢にも知らない。こうして出会った二人は、次第に惹かれ合っていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。